ヨーロッパ大陸、ヨーロッパ大陸は地球の北半球に位置するユーラシア大陸の一部、ロシアのウラル山脈より、西側、ジョージアなどのカフカース山脈より、北側の地域を指す。ヨーロッパ大陸、ヨーロッパ半島と同義であり、ヨーロッパ大陸は孤立した大陸ではない。ヨーロッパの名は、ギリシア神話のエウローペーに由来し、古代ギリシアで、 アジアやアフリカに対して使われた地方名ウルパが大陸全体を指すのに使われるようになったという説がある。南を地中海、国海、西を大西洋、北を北極海に接する。東はウラル山脈によってアジア大陸と隔てられる。大きな半島にはイベリア半島、イタリア半島、バルカン半島、スカンディナビア半島がある。ほとんどの部分が 安定陸海からなるが、アルプス山脈などの作り山体が南部には見られる。北緯40度より北に位置するが、大陸西岸は暖流である北、大西洋海流のため気候は比較的温暖である。大陸の東側は内陸部で大陸性気候を示し、気候は寒冷である。また地中海沿岸部は地中海性気候を示す。大陸西岸地域の中緯度と高緯度に位置するため、 大陸には砂漠を持たない。ヨーロッパ州のうち、アイスランド島、グレートブリテン島、アイルランド島やクレタ島などの島所部を除いた、大陸に属する地方を指す時に用いる言葉に、大陸ヨーロッパがあるが、これと同義で用いられることが多い。一方、ヨーロッパ州全体のことを、寛用的に、ヨーロッパ大陸と呼ぶ場合もあり、この場合、島所部も含む、ありがとうございます。